き真田幸村。よし、ここに我らの旗を立てよう。なんと、あれに真田の旗が。これふざけろって、撃て撃て。武士の気持ちさま見せてやるんだ。Yeah!
平刑事の赤江の槍にてござ候。逃げも隠れません。知りたい奴は名乗り出よ。
3と3000、英数の差は歴然であった。八百勢も死に滅裂、孤立無縁となった。無念だがこれまでのような我が国を敵の手に渡すことだけで。そんなには兵隊長が止まらない。死ぬとは言語道断。これで刑事殿の運が開けましょう。Yeah!
するんだ。伊達政宗、この政宗いつもいつも怯えて生きてまいった。それゆえこの花はどんな毒すら嗅ぎ分ける。そしてこの目はどんな嘘もはっきりと見極める。母上、これが母親が息子に聞かせる初めての料理か。俺
行くぞ、マスカゼ。まだまだ戦はこれからじゃ。いざ、まことの情けを見出さん。雪村殿、感じるのだ。お主なら二人の心を分かるはずだ。どうか分かってくれ。情けはサギリを殺すこと。こんな形で再びサギリ殿の手に触れようとは。今思えばこの手が俺たちの始まりだった。手を離して。このままでは二人とも。絶対に離さん。しっかり捕まっておれ。あなたは真田六万石のために必要なお方。こんなところで死んではなりません。この乱世、おなごも戦っております。足手まといになるくらいなら死ねと言われるが情けでございます。情けより死。そう、お前はそんな女であったな。俺はすっかり浮かれていたようだ。実に良き者でした。このお方のおかげです。私に目を与えてくれました。あ、り、が、と、ぬ、
狩り討ちに戻すんだ。